ひな、あや、ちょっと文化祭の1日目に人を案内する約束があるんだけど、シフト大丈夫だよな？店番のシフト問題ないはずだけど、改めて確認しておきたかった。うん？もともとシフト入ってないから平気だけど、誰の案内するの？文化祭委員の仕事？いや、俺の知り合い、どうせだから学生、文化祭案内してほしいって言われてて。え？レン君、私たちの知らない友達とか知り合いがいたんだ。おいやね、割とひどいこと言ってるの分かってるか？いや、だって、こっち戻ってきて学校以外の、しかも案内するような相手って誰だろうって思って。ちなみに両親は今住んでいるところも遠いし、仕事で来られないというのはひなとあやには伝えてある。この間の撮影の時にモデルできた人だよ。ちょっと縁ができたんだ。そこで作業をしていた菅野先輩が顔を上げてこっちを向いた。それってもしかして桂木七瀬さん？そうです。来年友達と一緒に有森受けるんで文化祭見に行きたいって話をされまして。それを聞いて日向彩が地味に渋い顔をしていた。私たちとは別で撮ってたあの美少女か。いつの間にそんな関係に。蓮くんめ、私たちを差し置いて自分だけ年下の美少女とお近づきになるとは。そうか、そういう嫉妬の方向になるのか。ふむ、と菅野先輩が何かを考える様子を見せる。なんかまずいですかね。まずいというわけではなくて、どうせなら恩を売っておけるところに売っておく方がお得よねと思って。恩と俺と日向と綾が口を揃えて聞き返してしまう。桂木デザインは学校も仲良くしたい相手だもの。そこのお嬢様の案内なのよ。池永君と七瀬さんがどう思っているかは別としても、学校からすればよくやったって話になるわね。それは俺が改めて何かする必要はないんですよね。というか、純子先輩は何をどうすればいいと思ってるんですか？蓮君は内申点とかそういうことのためにやってるわけじゃないし、そういう話になるとむしろ気にしちゃうタイプですし。そっちに持っていくこともできるけれど、何かそういう利用するような形のは、ひなの言う通り気にするというか、七瀬に悪いなと思っちゃいますね。名前で呼んでる。ちょっと、アン先輩聞きました。おう、あいつうちのことも名前で呼んでるけどな。純子先輩は名前で呼ばないのにな。そこはちょっと痛いな。痛いとこついてくるな。七瀬を名前で呼ぶのは本人に頼まれたからです。アンへの敬意はともかく、文化祭の委員が来客を相手にする場合、そのために便宜が図ってもらえるのよ。有料展示のパスとか優先席とか回してもらえるの。そういうものならあって困るものでもないでしょ。なるほど、蓮くんが見え張って自腹切る必要はないぞって話ですね。そういうことならそうしておいた方がいいんじゃないの？誰が損するわけでもないんだし。確かにそういうことなら悪くないかな。そういうのどうすればいいんですか？七瀬はそういう特別扱いを嫌がってたけど、せっかく来てもらうのだから楽しんでいってもらう方がいい。そのための手段としてこっちで選択肢を増やしておくのは悪いことじゃない。文化祭の委員の範囲よ。こっちでやっておくから、池永君は気にしないでいいわ。こういう時頼れる先輩だなぁと改めて思うのだった。そして文化祭の前日。そうだ、ひな、あや、明日の予定の話なんだけど。改めて確認しようとしたら、ひなとあやがスッと並んで座ると綺麗な姿勢で頭を下げてきた。蓮くん、折り入ってお願いがあります。待って、明らかに嫌な予感しかしないんだけど。何してるの？何を言い出すの？並んで顔を上げると気まずそうな表情を浮かべる。実は蓮くんに内緒で用意してたものがありまして。
当日に無理やり押し切ろうかなって思ったんだけど、そういうのも良くないなって思わなくもなくて。こっそり用意してて自己承諾で押し切ろうとしておいて今さら両親を見せるのか。何をしでかした。しでかしたとはひどいな。別にそれほど変なことはしてません。そうです、文化祭ってことを考えるとむしろ問題ありません。うんうん、それで俺に何をさせるつもりなんだ。文化祭だから大丈夫という言葉に嫌な予感しかしない。蓮くんさあ、明日美少女お客さんの案内するって言ってたじゃない。ああうん、そうだな、お客さんの案内するな。ミナは時々、いや割とよく欲望が漏れる。それでシフトに穴が開くとか誰かが代わりをやるとかそういうことに全くなってないのは分かってるんですが。そういう風にしていないからな。それはそれとして、シフト入ってない人はその間も宣伝しようかって話になってまして。俺に何をさせる気だ。知らない間にヒナとアヤというか A 組の一緒にやってたメンツがとんでもない準備をしていたことを、俺はこの時初めて知ったのだった。そして迎えた文化祭当日、俺は待ち合わせ場所である昇降口にやってきていた。まだ時間には少し早かったけど、七瀬と一緒に二人友人らしいこと話をしていた。お待たせ。あ、どうもどうも。はい。蓮さん。俺の姿を見て七瀬は黙って確認すると、ぎょっとした顔をして固まった。そして笑いをこらえきれず指を指して大笑いし始めた。何ですかその格好。いや、こういう学校の文化祭らしいですけど。遠慮なく笑う七瀬。それは俺の格好、ゴシックドレスのせいだった。すっごい似合ってないのに違和感がない。やめてください、そんなタイプの人じゃなかったでしょ。はあ、おかしい。いや、なんでそんな格好してるんですか。シフト入ってない間展示の宣伝しろって言われて、いつの間にか用意されてて断れなかったんだ。断れなかったって、そこは断ってもいいと思うんですよ。やば、お腹痛い。七瀬が遠慮なく笑うせいで周りの視線も集まってくる。ちょっと七瀬、マジでこの人が話してた先輩。なんだと。なんだと。うわ、この三人衆左やっべえな。おい、左やっべえな。あと右だろ、問題は右だろ。おい、これはあれか、俺の天使か。マイエンジェルが来たんじゃないか。正統派のゴシックドレスが、これはこれでよくお似合いで。漢字が読めねえ。育英でいいのかな。体の細い子は引き気味で、もう一人の子は文化祭の出し物だと思っているのか楽しそうな顔をしていた。ああ、ごめん、こっちの背が高い方が付き合い長い友達で育英。育英、あっとった。小暮育英です、今日はよろしくお願いしますね。すげえ。細い方が最近仲良くなった漆原莉子、学校違うけど夏期講習一緒で有森受けるって言うから連れてきました。漆原莉子。まあちょっとしたネタバレすると、この子たち次のアイキス3で攻略対象なんだよね。ほら、中学生から高校生になったからさ。あのさ、一応聞いとくけど、普段からそういう格好してるわけじゃないよね。すごいな、左肩鎖になっとるぜ。何この服、ブラどうしとるん。ブラ
あれか、ストップ、何やっけ、ストラップレスのやつか。だとしてもやろ、してない。クラスの出し物の宣伝のために無理やり着せられてるだけだよ。安心半分疑い半分という様子だった。普段からあんな格好だったら七瀬が話してると思いませんか？そうだろうけど、美術系の学校っていうとそういう感じの一人二人いるんじゃないかって。普通にしてる分には割とみんな普通だよ。芸術家っていうと何かネジが外れた格好をしているイメージがあるのはなんでだろうか。そういや、レンさんのところの出し物って何やってるんでしたっけ？写真館。こういうドレスを着て写真撮れるスタジオをやってるんだけど、男子用のドレスまで作ってるとは思わなかった。男性でも着たい方はいると思いますし、とてもいいと思います。せっかくのお祭りですしね。なるほどね。犬系だ、犬系。結構なんかその仲いい人にはグイグイ親しくワンワン尻尾振って近づいてくるタイプのやつや。行くえ。今更ですけど、私たちの案内なんてしてて大丈夫なんですか？平気平気。俺は文化祭の委員だからね。お客さんの案内も仕事の一つだから。正直文化祭委員の腕章をつけてるから、このドレス姿もセーフという気がしている。むしろ委員の仕事だって言われるのに宣伝もしてこいって言われてる方が消せない。まさかここまでしっかり用意されてるとはかけらも思わなかった。もしかしてその一緒にやってる人に私たちのこと話しました？年下とデートしてくるみたいな。案内とは言っとくけど、31のデートとは言ってないな。来年受験予定の子が友達連れてくるとは言った。おお、そこまで言ってるんや。まあサボってると思われないしいいんじゃない。確かに女子3人連れて歩いてても女装して腕章してたらナンパ感はないか。待て、なんせなんでスカートつままれてるんだ。そのくらいじゃめくれないけど。丈の長いゴシックドレスなのでちょっとつまみを上げたくらいじゃ平気だけれども。あ、いや、ドレスの方が気になって。割と生地しっかりしてますね。これあんまコスプレっぽくないというか。やっぱり男の人は肩幅が広くてあまり女性には見えませんね。てか行くなら行かない？さっきからめっちゃ目立ってるんだけど。レンさんと一緒ならどこ行っても目立つんじゃないですか？どうだろう、ここに来るまでにお祭りだからって感じの人それなりに見たしな。俺も普段なら絶対嫌だが今はなんとか受け入れている。そしてひとまずどこへ行こうかと歩いていた時だった。いや、池永、宣伝お疲れ。ああ、もしかして前に言ってた案内の途中？いや、一番最初に会うのが、なるほど、白江か。台車をしていた白江と廊下でばったり遭遇した。そうだよ、そっちは追加の暗幕探しに行ったんじゃなかったっけ？見つかったんだ。映画研究部の手伝いする代わりに譲ってもらえることになってね。今その途中。肩をすくめながら白江が限界に来たのかこらえきれない笑いをこぼす。ごめん、池永がそういう格好してるのが新鮮で。安心しろ、これサイズ調整聞くから明日はお前だ。困るな、僕そういうの着ても似合っちゃうからな。おい、自分で言うか。無敵かよこいつ。こいつ無敵かよ。おい待て、まおい待てよ、お前無敵かよ。そうだな、ちゃんと撮影して後の世代まで残すよう頑張るよ。その時は池永も道連れにするよ。それじゃまた後で。君たちも楽しんでいってね。爽やかに笑うと台車を押して去っていく。今の人レンさんの友達です。友達、クラスメイトで写真館も一緒にやってる。一緒にセットの椅子とかも机も作ったよ。裏方なの？もったいなくない？あの顔でしょ？目立つと面倒なこともあるからしょうがない。下手すると写真館じゃなくてあいつとツーショットを撮る会場になりかねないしな。でもレイさ
んとのツーショットは後で撮るんですよね。ほん、言いようのない興味の興味のようなにじみ出るものを感じる。犬だ。撮ることになるかもしれない。あ、それなら撮ったら私にもくれません？大事にしますから。来年合格して後輩になったらな。あら、それは頑張る理由が増えますね。え、いや、別に私はそんな欲しくないけど。俺も欲しがる気持ちはわからないな。とはいえ、それは後の話だ。さてと、それじゃ姉さん、どんなとこ連れてってくれるんです？この時間だと、宇宙人 vs ヒグマ vs 大阪のおばあちゃんか、特殊メイク体験、額に目を増やそうがちょうどいいかな。待って、美術学園の文化祭ってさ、もっと絵とかそういうのの展示がバーってあるんじゃないの？そういうとこもあるけど、そういうのを見に行っても楽しくないかと思ったんだけど。と話す横、ピンク色だけど他が妙にリアルなカエルの着ぐるみを着た誰かがペタペタと歩いていく。ついでに俺に手を挙げて軽く会釈してきたので、俺も中身が誰かわからないけど会釈を返す。待って待って待って、今の何？いやな、いいな、すごいな。まさかこのギャルが、まさかこのギャルが一番のこの、なんだろう、理性か。いいな、好きだな、やっぱ俺のマイエンジェルだな。色以外はアマガエルだと思うけれど。そういう話じゃなくて、いや、めっちゃリアルでちょっとキモいくらいだったけど。俺も有森の文化祭は今年が初めてだけど、さすがに校舎に3メートル以上ある出汁をぶつけて粉砕する格好だな。何それ？と漆原さんがショックを受ける。俺も言っててよくわからなくなってる。それでレイさんのとこには連れて行ってくれないんですか？うちのところはずっとやってるから空いたところで行けばいいよ。ともあれ退屈はさせないで済みそうだった。